どうも、あかりです。今日は、朝10時からグループレッスンを受けてきたんですけど、一旦帰ってきて八百屋さんでアルバイトしてからまた夜のレッスンに参加するっていう、今日はそんなスケジュールです。で、お昼なんですけど、私の働いている八百屋さんでサラダを販売していて、見てください、ででん、このサラダを食べて力をつけて今日も頑張りたいと思います。15種類以上の野菜が入ってて、私もともと野菜が好きで、そこの八百屋さんで働くようになったんですけど、大好きな野菜を食べて、で、あとはこれも八百屋さんで作ってる焼き芋です。あと高タンパク低脂質ということで、低温調理器で作った鶏ハムと、あとゆで卵をトッピングして、食べたいと思います。こんな感じです。これに私はオリーブオイルをかけて、オリーブオイルと塩と、あとブラックペッパーをかけて食べます。インストラクターはやっぱり体がすごく大事だし、見られるお仕事なので、ちゃんと栄養のある食事を心がけて頑張りたいと思います。いただきます。八百屋さんまでちょっと時間があるので、ある作業をしたいと思います。昨日コストコに行って、鶏胸肉のをと鮭買ってきました。あとその卵を茹でたので、ゆで卵ちょっとそれの準備をしていきたいなって思います。タンパク源としてゆで卵の方結構食べます。このゆで卵がつるんってむけた時の喜びが、はい、プリンも結構好きなので、より体に気をつけた筋トレ後にいい食事をどんどんちょっと勉強して、もう万全な状態でインストラクターに目指したいというふうに思います。はい、続いて鮭を一匹一匹ラップをしていきます。これも低温調理器とかで調理することが多いです。これすごい大きいんですよ、コストコの鮭。私は運動を頑張っていても食事ですぐに体に出ちゃう体質なので、食べたら食べた分だけ太るし、せっかくインストラクターになるって決めて運動頑張っているので、なるからには刺激を与えられるようなかっこいいインストラクターになりたいので、ちょっと食生活もしっかり気をつけていきたいと思います。これから八百屋さんに行ってきます。ファーストポジションからちょっと膝を、でこの時についてこないようになるべく骨盤を回す、でちょっと足の方がまたこっちに向くから、そうこれで上げる、はい、ここから上、全部こう上げたり横向いてさ、こうやって上げてる時とか全然こうやって上げれてればいいんだけど、はい、今日もありがとうございました。